まずは今日の試合について振ちょっと前半の部分で、まあ、自分がやっぱり今日初出場ということもあってちょっとバタバタした展開だったんですけど、まあ、結果、まあ、大勝という形で、まあ、勝ってたんで良、まあ、かったかなと思います。はい チームは3連勝となりましたが、いかがでしょうか？そうですね。まあ、ちょっとあのまあ、そういうまあ、怪我だったり、そういうアクションでもまあ出てきてはいるんですけど。まあ一応栃木市はまあ、全員戦力ということでやってますんで、まあ,あの誰が出ても、まあ栃木市は勝てるようにしていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。